日本全員団結ステージ、今回はこちら来ました、新潟でございます。オリンピックデーランに参加させてもらいます。でもね、なんといっても今日はシャンシャンで行こうよ。新潟弁で元気をシャンシャンと言います。そう、みんなシャンシャン、全員団結、頑張れ日本。何か自分で目標を作ってほしい。目標を見つけると心が前向きになる。でそういう前向きなみんなを見た時に、心が一つになったポジティブはすごいエネルギーで世界に伝わってまいります。そして何て書いてありますか？リラックス。リラックスって書きました。試合までの自分のコンディションをちゃんとうまく持っていってほしいなと思います。そういう思いがあるんですね。これオリンピックデーランっていうのは一人で走るんじゃなくて、みんなの思い、特にオリンピックへの思い、みんなの心が一つになってるなと思ったんですよ。ただ2020っていう意味でのこの全員団結っていう思いを僕はやっぱここに来て伝えたかったです。特に子どもたちがやっぱオリンピックへ向けて一番感じると思うんですよ。そういう彼らに対して全員団結って、頑張れ日本っていう言葉を合わせる、共有するだけで彼らの中でもオリンピックに対してのイメージとか参加してるイメージっていうのは間違いなく変わってくると思うんですね。だからオリンピックっていうものを、特に2020東京を彼らの生きていく力に僕は変えてほしいなって、そういう力が僕はこの新潟の皆さんには今日見ててあるなと感じました。オリンピックの一番の良さはやっぱり自分の国を知ることだと思う。子どもたちを含めてみんなが、ね、日本の良さっていうのをスポーツも感じながら、オリンピックも感じながら知っていくっていうことは、最終的に自分を知ることに僕はなると思う。オリンピックでよりできる自分っていうものを見つけていく、そんな2020になってほしいです。今日はみんな心を一つにした、ありがとう。全員団結、頑張れ日本。いや、新潟もう全員団結素晴らしかったよ。っていうか僕一人やってると思うでしょ。違う、みんながいるからこんだけ皆さんが最後まで残っていただきました。だからこそ新潟パワー、お米パワー、全員団結、頑張れ日本。